あの、募金お願いします。弟が病気で手術にお金が必要なんです。おう、いいぜ。やったほらよ、100円。すまねえな、これだけでよ。金で揉めてプロデューサーぶん殴って廃業しただけの三流役者のくせに。金で揉めて？映画の出演料だったかで揉めて、その勢いでプロデューサーを殴ったんでしょ。一時期その話で持ちきりでしたよ。いや、こいつはマネージャーの女の子を助けようとして結果的に殴っちまっただけだろ。は？マネージャー？そのプロデューサーってやつはイリュージョンのマネージャーだった女に無理やり手出そうとしたんだ。その時にマネージャーを守ろうとしてとっさに殴っちまった結果がこれだ。その後も女の子に話題がいかねえようにずっと一人で耐え続けてきたんだよこいつ。だから春日さん、いいんですよ、このことは当事者しか知らないことです。でもよ、マネージャーの女、確かにあのプロデューサーは女に関しては悪い話ばかりだった。考えてみれば金で揉めたという話自体あの男が自分で言い出しただけで。じゃあ、あんたは本当に自分のマネージャーを守るために廃業に追い込まれる状況になってもずっとその女性のために何も言わなかったと？鈴木さん、一つお願いがあります。今の話は他言無用です。間違ってもマネージャーだった子を探し出して世に出すようなことだけはしないでください。もしもそうなったら私はあなたを死んでも許さない。あなたのその目、どうやら女性を守ろうとしたって話は本当のようですね。三流は私の方。確かにあの事件のことはろくに調べないで報道の内容を勝手に信じていました。本当に情けない。写真は全て消しました。もうデータはありません。そうか。春日さん、今日は本当にありがとうございました。いや、大したことはしてねえし気にすんない。それよりあんたの復活応援してるぜ。ありがとうございます。ですが理由はどうであれ問題を起こしてしまったことは事実です。それをなかったことにして先へ進むつもりはありません。この町の人たちにも迷惑をかけてしまいました。私のこれまでの行い一つ一つをしっかりと受け止めてこれからお返ししていければと考えています。そしてまた一人でも多くの人たちに感動を与えられるような役者を目指します。まあこの間のファンみたいにあんたの演技で元気づけられる人は多いだろうし、しっかり頑張んな。はい、これは少ないですけど感謝の気持ちです。受け取ってください。それでは失礼します。おう。何のつもりだ。心配はいりませんよ。私は龍様の第一歩を取っただけですから。なんだか久しぶりにいい写真が撮れた気がします。新しい一歩を踏み出そうとする一人の役者のね。たまにはスキャンダルじゃなくて。
邪魔だって。おい、てめえ。ビビってんじゃねえぞ。何見て。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。一番さんですよね。え？ああ、確かにそうだ。あ、申し遅れました。私、塔の楓って言います。やっと会うことができた。楓ちゃんだっけ。悪いんだけど、俺ら前に会ったことあったっけか。ずいぶん前に一度だけ。私がカムロ町で不良たちに襲われそうになっているところを助けてもらったことがあって。カムロ町で？そんなことあったかな。すまねえ、ちょっとよく思い出せなくて。いえ、いいんです。本当、昔のことですから。あー、悔しいな。こんな可愛い子助けてたんなら忘れるわけねえんだな。そんな私なんて全然可愛くないですよ。でもずっとお礼を言いたいと思っていたんです。あの時はちゃんと言えなかったから。随分と律儀な子だな。でも楓ちゃんもカムロ町にいたならすれ違うくらいはしてたかもな。実は私ずっと病気で、ほとんど外に出られなくて、学校にも行けなかったんです。だからお会いできる機会は少なかったかも。本当はもっと早くに会ってお礼ができたらよかったんですが、時間だけが過ぎてしまって。そうしているうちに春日さんはカムロ町からいなくなってしまったので。ああ、でも私は決めたんです。春日さんとまた会える日は必ず来るから、ずっと待ってお礼を伝えようって。そうだったのか。病気ってのはもういいのか。ええ、今は病気からも解放されて、こうして外に出られるようになったんです。だからこれまでできなかったことをやりたいって思いまして、その第一が春日さんへのお礼です。そうか。いつ会えるとも知らねえ俺のことをずっと待っていてくれたのか。誰も俺のことなんて待ってくれてねえと思ってたのによ。ちょっと嬉しいじゃねえか。わかった。じゃあ今日は楓ちゃんの出生祝いってことで、俺が好きなところに連れてってやるよ。本当ですか。嬉しい。でも私別に刑務所にいたわけじゃないですけどね。ああ、無所にいたのは俺の方だったな。今からすぐ遊びに連れて行っていただけるんですか。もしやることがあるなら私待ってますけど。ああ、大丈夫だ。それじゃあ行くか。はい、よろしくお願いします。とはいえ、今の若い子はどんなとこで遊んでんだかよくわからねえな。どこに行こうか。ホストクラブに行くか。
あそこならイケメンホストもたくさんいるし、きっと楽しめると思うぜ。いい酒もあるしな。私はイケメンに囲まれてお酒を飲むよりも春日さんと違うところに出かけたいかなって。それにまだお昼ですし。それもそうだな。病み上がりの子を連れて昼間からホストクラブに行くってのもあれだよな。すまん、若い子が楽しい場所って考えてたらつい。いえ、気にしないでください。私のためにいろいろ考えていただいて嬉しいです。スナックでも行くか。ママや常連の連中と酒飲みながら話すのは結構楽しいしな。楓ちゃんのことも紹介してやるよ。スナックですか。それも楽しそうですけど、まだお昼ですよ。ああ、そっか、そうだよな。ゲームセンターなんてどうだ。いろんな種類のゲームがあって結構楽しめるぞ。ゲームセンターですか。いいですね。実は私、ゲームセンターって行ったことないんですよ。え、そうなの。まあ外に出られなかったっていうなら仕方ねえか。じゃあこれから行ってみようぜ。へえ。ああ、横に移動だよ。行きまーす。ストップ。どこを狙うか狙いを決めて。行け。どうだ。横に移動だよ。また来てね。
ん？Oh.ありがとうございます。え？私のかかってこいよ。ほら来いよ。遊んでくんないか。かかってこい。俺の番。かかってきなさい。俺の番だな。痛い目に合わせますよ。やろうぜ。やるか。見てなさい。起き上がれ。
気になって。さて敵が勝ったな。なんだよこのおっさん、つえ。これに懲りたらバイトでもして金稼ぐんだな。大丈夫か楓ちゃん。春日さん、はい大丈夫です。また助けてもらっちゃいましたね。あの頃と同じ、やっぱり春日さんは私のヒーローです。あの頃か。なんだか暗くなってきましたね。そろそろデートも終わりかな。ねえ春日さん、最後に行きたいところがあるんです。もう少しだけ付き合ってもらっていいですか？あ、ああ。綺麗ですね。私こうやって夜景を見ることに憧れていたんです。確かに綺麗なもんだな。ずっと近くにいたのに気づかなかった。しかし偶然ってのもあるもんだよな。時間が経ってもこうやってまた会えたんだからよ。そうですね。でも私病室からは春日さんのことよく見てたんですよ。え、そうなの？いつも外から春日さんの声が聞こえてきて、最初はうるさいなーなんて思ってたんですけどね。釣り線返せとか、まだ蜜が食べてるだろうがとか、毎日いろんな声を聞いてました。昔からしまらねえな俺は。でも窓から外を走り回ってる春日さんを見ていたら、だんだん私も楽しくなってきちゃって、ベッドの上で変わり映えのしない闘病生活だったのが、いつしか私の目は春日さんに釘付けになっていました。春日さんが半袖になったら夏が来たんだな、マフラーを巻いたら冬なんだなって思ったり。そうか、もっとかっこいいとこでも見せられてたらよかったんだがな。ううん、そのままで十分です。だって私はそんな春日さんのことがずっと好きだったんですから。え？いや、だがそんな急に言われても。マジか。慌てすぎですよ。ねえ春日さん、私の分もこれからずっとずっと長生きしてくださいね。え、ちょっとあんた。ん？夜に何一人で騒いでいるんだ。ああすんません。でも別に一人ってわけじゃ。あれ、酔っているのか。それなら一緒に交番まで。いや悪いな、おまわりさん。大丈夫だ。
そうか。とにかく早めに家に帰るんだよ。ああ。またいつか会えるよな。よ。あ。そうか。いいぜ。待った。少しのところで信号が点滅し始めてな。はあ、私が JK だった頃は陸上大会でいつも1位でな、伊達梅ちゃんなんて呼ばれとったのに。今じゃ信号もろくに渡れん老いぼれになってしもった。もう一度でいいから早く走ってみたいの。母さん、
若い頃走りに自信があったから余計に自分の足で進むことにこだわってたんだな。あの伝説のキムチで道が開けた連中もいた。信号が変わるタイミングでこのばあさんにもキムチを食べさせてみようか。ばあさん、信号が青になるタイミングでこれを食ってみてくれ。なんじゃこれ、キムチじゃないか。ああ、ちょっとばかし刺激が強いが、これを食えばあの…なんで売れ始めたのかはわからんのよな。なんか恋愛成就とかタイムを伸ばすとか言ってる客もおったし。兄ちゃん、なんか知らんか。さあな。まあ現に今売れてるんだしいいじゃねえか。癖になる味だし、きっとリピーターだってつくさ。そうだといいかな。キムチ一つくださいな。おっと、じゃあ俺は行くぜ。商売の邪魔しちゃ悪いからな。ああ、また来てくれ。いつでも売ってやるからの。おお、この間春日さん、本当にありがとうございました。でも、なんで会ったこともない俺のことを。さあな、昔の自分に似たガキの前でカッコつけたかっただけかもな、なんてな。パープルカイザーのみんなだ。高さん、すみません、俺たち何もできない。